メルセデス・ベンツ C291 は、メルセデス・ベンツが1991年のスポーツカー世界選手権3専用に製作したグループ C カテゴリー1仕様のスポーツプロトタイプカーで、ある。モノコックは、イギリスの DPS 車に外注したカーボン製で、エンジンは180度、V 型12気筒の M291 型エンジンを使用。この M291 型エンジンは、 非常に独特であり、3気筒分のヘッドとブロックが一体化されたモノブロックを4つ組み合わせて12気筒とし、クランクシャフトの中間からギアで出力を取り出すセンターアウトプットとなっていた。ラジエーターは C11 ではフロントに配置されていたが C291 からコックピット側面に移された。サスペンションは前後とも フルロット式だが、リアはディフューザーに干渉しないように、コイルダンパーがトランスミッション上部に配置される、得意なデザインになっている。またトランスミッションは横置きで、当時 F1 で標準となっていたエンジンとディファレンシャルギアの間に、トランスミッションを配置するレイアウトと、シーケンシャルシフトを採用している。タイヤは、グッドイヤーを採用。ブレーキは、 グレンボ製で、パッド、ローターともカーボン製である。V 型180度という得意なエンジンレイアウトを採用したのは、通常の V 型エンジンでは、不可能な理想的なディフューザー形状を実現するためで、あったが、技術的課題を乗り越えることができず、ポルシェ956のようにエンジンを傾けて、搭載しディフューザーの面積を確保することになった。フロントのダウンホースは、 フロントカウル上部のウィングによって獲得している。コンピュータシステムは、モトロニックを開発したエンジニアがボッシュからタグに移籍したため、1991年からタグと共同開発したものを使用している。テレメトリーシステムは、メルセデスタグトロニックと呼ばれるもので、前年までのテレメトリーでは、大半のデータをピットストップ時にエキから取り出していたが、メルセデスタグトロニックでは、 リアルタイムでデータをピットで受信できるようになっていた。ザウバー・メルセデスは1991年のスウィックに C291 をフルエントリーさせたが、マシンの信頼性が低く、ジャガー XJR-14、プジョー905に対して苦戦を強いられることになる。シーズン前半、1989年、1990年と2年、連続。 WSPC のドライバータイトルを獲得している、ジャンルイシュレッサーとヨッヘンマスの乗る1号車は C11 を使用し、2号車のカール・ベンドリンガー、ミハイル・シューマッハ組のみ C291 を使用した。開幕戦鈴鹿、第2戦モンザと2戦続けて序盤にリタイアした後、第3戦、シルバーストーンで初めて完走し、ジャガーから1周遅れの2位に入った。 第4戦ルマンでメルセデスベンツは C11 を使用したため C291 は予選を走っただけだった。第5戦ニュルブルクリンクから1号車も C291 を使用するようになった。このレースから C291 はエンジン、モノコック、フロントウィンドウなどが軽量化されエンジンの出力も向上した。このモディファイによりこれまジャガーに対し予選で 約3秒の差をつけられていたものが、約1秒程度にまで差を縮められるようになった。しかし信頼性の低さは相変わらずで、ニュルブルクリンク、続く、第6戦、マニクール、第7戦メキシコと3戦連続で全滅という、結果に終わった。シーズン最終戦のオートポリスの予選では、アンダーステアに苦しみ、予選順位で、これが、デビューレースのトヨタ TS010 にも遅れを取る。 状況だった。しかしレースでは2号車が C291 にとっての初優勝を飾り、1号車も5位入賞と初めて2台とも完走した。メルセデスは1991年のスウィックに C291 を延べ11台出走させたが、完走したのはわずか3台のみだった。C291 の信頼性の低さについてメルセデスは エンジンのシリンダーブロックの精度に問題があったとしている。このことはシーズン半ばには気づいていたが、それまでに制作した部品については使わざるを得なかったという。ありがとうございます。